次なる戦い。いつか胸借りたいなっていうのもありますし、って、まあ、どうせなら強い人と思ったんで、まあ、勝負したいみたいな感じです。あの男を目指す。柔らの道を極めたエリート、滝本誠。溢れ出る戦いの才能を総合格闘技でも見せつける滝本。やはり金メダリストは天才だ。誰もが彼をそう表現した。僕自身すっごい努力して頑張ってきてるのに、天才の一言で終わらせたくないんですよ。努力を重ね、打撃技術も向上し、昨年の大晦日には強豪ウリーロ・ブスタマンチからパンチでダウンを奪い勝利。まあ、あれは本当自然と出たパフォーマンスだったので、まあ、思い切り殴りに行きましたけど。しかし突然消えた戦いの舞台。プライドとしては、一応あれで最後だったということだったんで、まあでもそんな大して考えてないですね。自分とは関係ない。関係ないですね。関係ないですね。戦国への参戦を決めた滝本。その視線の先に、まあ、同じ競技やってきた先輩なんで、まあ、継承っていうか、まあ、いつかは胸借りたいなっていうのもありますし、超えたいとかはないんですけど、超える超えないじゃなくて、こう、まあ、勝負したいみたいな感じですね。これは継承という名の下克上。究極の殺戮マシン、エヴァンゲリスタサイボーグ。一撃で相手を失神に追い込む非常の拳。あの猛威が再び。トレーニングはバスタンシー、トレーニングはバスタンシー。君よ、結局とトレーナージュ。トレーナージュ、e ele vai ser minha primeira vítima nessa categoria。戦地戦国にサイボーグが再上陸。Eu espero que ele se firme e que se torne o melhor evento do Japão e o melhor evento do mundo. O que depender da minha contribuição, eu vou me esforçar ao máximo para poder estar sempre proporcionando um bom espetáculo para todos. Me aguardem, eu estou chegando. O que você tem para o dia? Se que sou da terra.そういう試合ですか。泥試合を見せてもらおうか。滝本誠とエヴァンゲリスタサイボーグの戦国、いざ。これより第三試合を行う。青コーナーよりエヴァンゲリスタサイボーグ選手の入場。抜かれた鋼の体、そこに刻まれたタトゥーの数々、そして漆黒に染めた指の爪。
その残忍な風貌は向かい合う者を威圧し、戦う意志を奪い取ります。冷酷無残なサイボーグ生贄を求めて、今宵戦国という狩り場にやってきます。恐怖の極みをこのリング上で見せつけるのか。赤コーナー滝本誠選手、出る。赤コーナー滝本誠選手、少し自信がつきました。去年の大晦日、難敵ムリーのブスタマンチに逆転勝利した寡黙な男が控えめに笑顔を見せます。インドレッドコーナー from Japan、3年前デビュー戦では勝利を手にしながらも総合格闘技をなめていました。謝罪の言葉を口にしました。今宵は戦国の舞台で、この男が問われているのは、柔道エリート金メダリストという称号よりも一人の総合格闘家としての進化なのです。極みを見せるべく今試練のリングに立ちました。戦国大戦試合5分3ラウンドを行います。青コーナー178センチ82.9キログラム、エヴァンゲリスタサイボーグ。さあ獲物を捕らえた、行くぞエヴァンゲリスタサイボーグ。174センチ82.9キログラム、滝本誠。先にはあの男があるが、今日の相手はエヴァンゲリスタサイボーグだ。さあ戦国第3試合ミドル級5分3ラウンド、滝本誠対エヴァンゲリスタサイボーグ。ジャッジラウンドボール、はい。さあ第1ラウンドゴンゴン鳴った。ゆっくりと前に出ました。滝本サイボーグはまずはハイキックを見せた。来ないジャブからジャブから、じりっと距離を詰めます。滝本、おー、ウィンドウ。小坂さん、これ、はい、出だし要注意ですね。そうですね、まあ、滝本にしてどちらにしても中に一歩踏み込んでの打撃ですから。おっ、ハイキック、相手をつかさない。
ちの回転の速さでは竹本の方が上だと思うんですよね。なるほど。ローを引かせてきたサイボーグ。左から下行ってもいいよ。左から下下下。はい、来ました。打ち終わり、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 はい、よく見ています。さあ、組んでいった。膝ですね。膝。一回一回、一回、一回。飛び出して、離れ際。はい、福田さん、ちょっとごめんなさい。すみません、よく見てましたね、今のね。あ、そうですね、今パンチのね、際ね。さあ、福田さん、今の首ついてからの攻防いかがでした？左終わり、左終わり。投げるかなと思ったんですけどね、やっぱりちょっと首相撲とか、サイボーグうまいですよね。さあ、このシュートボクスアカデミー、そのシュートボクススタイルといわれるハイキック、どうしてるんですかね。一応とやっぱり危ないんで、ここで手が出なかったんですけど、自ら間合いを切りました。ちょっとローブロー気味に入ったというアピールもありましたか。しかしレフリーはそのまま流します。サイボーグはファンが自分に求めている戦いというのはよく分かっていると、 KO を狙っていくよと不敵に笑いました。インノーからちょっとバランスを崩した。あと右入ってます。今どうでしょうね。いや、今右のローがちょっと効いちゃってるんですよね。足ですか。そうなんですね、はい、無理しないでちょっと自分から寝たって感じですよね。そうですね、はい、さあ、あるいはパンチが、まあ、目のあたりかすめたかというふうにも映ったんですが、ローが効いたか。滝本は自ら背中をマットにつけました。さあ、ここで小坂さん、どう守るか、はい、そうですね、まあ時間を使ってですね、自分のペースを取り戻せばいいと思うんですよね、はい、あとここから滝本は下からの十字であったりとか、下からの関節の仕掛けもありますから、はい、さあ、一方のサイボーグなんですが、今日今ストレートバンバー、ね、ストレートバンバー、これいいですね。歴史腕固め。さあ、肘当たりちょっとポイントはずれてますが、菊田さん、そうです、ちょっとまだ不完全なんですけども、こういう技はすごくいいと思いますね。下からのプレッシャーになりますかね、はい、ちょっと打ちづらくなるんで、はい、これちょっと脱出とかね、狙っていきたいんですけども。さあ、エヴァンゲリスタサイボーグ、相手の胸に頭を置いて登るくれてくれた。滝本が左を巻いています。左から巻いていく滝本、そして頭を抱える。また行きましたね。そうですね、はい、スイープもありますからね。で、ヨシンバ、これ決まらなくてもスイープ、そうなんですよね。だから滝本にしてみれば、はい、それを狙ってるんだと思うんですよね。このアンバーを取ると見せかけてスイープ、取りながらスイープですよね。今足蹴りましたね、はい、蹴るかもしれないですね、はい、どんどん体をこう剥がしていって、サイボーグの体を伸ばしてあげるんですよね。さあ、下からのアンバー、関節を狙うというアタックをかけながらスイープを狙います。滝本、結構サイボーグからするとヒヤ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 なんですよね。あ、いつ、そうなんですよ、これ一瞬で決まっちゃうんで、はい、おお、ここでブレイクです。さあ、スタンドになります。先ほどはちょっとローを効かせられて自らまあ寝るようになったんですが、さあ、再開されます。またローを狙ってくると思いますね。スタンドに再開。あと、これカットできるか。インド、おー、ハイキックを返した滝本、入っていくか。ちょっと頭が当たった。投げようというところ、バランスを崩したが、最後のトップを取りました。ちょっと打ちの時に頭当たりました。ちょっとバッティング気味に当たったかもしれないですよね。さあ、どちらが痛んだか。そのままフォアフォアフォア、サイボーグがトップ。さあ、上からパウンド。おー、足関節いった。おー、これはヒールだ。珍しいですね。そうですよね。まあ、自らも滝本は寝技ができるという質問に対しては、まあ、私も寝技をやってるんだと、まあ、柔術も紫帯を持ってるよというふうに語りましたサイボーグですが、全くその印象はないんですけどもね。そうなんですよね。いや、本当に初めて見ましたね。しっかり膝を締めているので、はい、足の関節取りに行こうっていう気持ちは、これは決まってしまった。いや、驚きましたエヴァンゲリスタサイボーグ。アキレス腱固めですね。アキレス腱固めなんですけれども、そのアキレス腱固め本体
体よりもその膝の締めが強かったので、はい、滝本に信じてみればポイントをずらすことができなかったんじゃないかと思います。それだとあのやっぱりローキックが少し効いていたのかもしれないですよね。第1ラウンド4分51秒場内はヒールホールドを取ってますけれども、あ、そうですか。まあ、アキレス腱がだね、まあ、なかなかねあの足首をあのまま形で決めるというパターンもありますから、はい、さあもう一度見てみましょう。最初ヒールですよね。ヒールからアキレスに変えたと思うんですけれども、これ今ヒールを取りに行きながら、はい、一度は離れたんです。そうですね。しかしここで腕をねじ込んで、あ、足の締めがちょうどいい感じだったですね。ひねり方、ね、あ、ここでタップムク第3ラウンド勝利はエヴァンゲリスタサイボーグでした。エヴァンゲリスタサイボーグ。